柄と刀身に装飾の施されたヤタガンヤタガンは武器の一種でショートソードの類に属する片刃の刀剣である。現代トルコ語ではヤタアンというヤタガン形状の銃剣アメリカ軍のシャープス小銃のモノオスマン帝国で16世紀から19世紀後半まで使用された家にチェリーをはじめとする不評によって腰に対等して用いられる携帯用の武具で 行軍中の邪魔にならないように通常の刀より小さくより軽く作られていた。ヤタガンの故障は13世紀末にヤタアンババという人物によって征服され、その名をとってヤタアンと呼ばれるようになったアナトリア半島南西部のデニズリ近郊の町で生産されたことに由来している。ヤタアンはアナトリア半島北西部に起こったオスマン朝の軍隊に取り入れられ、イスタンブール。 ブルサ、フィリペなどの諸都市で盛んに作られるようになった。ヤタガンの闘身形状は19世紀半ばにはフランス軍の銃剣として採用され、フランス軍の北イギリスをはじめとして全世界に広がり銃剣の他に砲兵刀としても用いられた。幕末の日本にも各種の小銃と共に伝来し、明治期初期の日本陸軍でも採用され、ヤタガン系銃剣、 ヤタガン式銃剣等と通称されたが、19世紀後半には他の銃剣にとって変わられた。ヤタガンの柄アメリカ、マサチューセッツ州ウースターのヒギンズブキコ博物館の展示品検診は長さが60センチメートルから80センチメートル程度で、刀身は中ほどから先端へ向けて緩やかに逆ぞりとなった後、先端に向かっては峰の側に向かって反りがつく。 緩やかな S 字型を描いている。また、剣心は鉄で作られているが、葉は鋼で作られている。複合鍛像の構造になっている。塚頭は骨、角、造下、銀刀でできており、手が滑るのを防ぐために手元から翼のように両側に広げられていた。刀身の側面と柄には装飾用の彫刻が施されたものが多い。ありがとうございます。